はい。それでは、基本行列と基本変形ということで説明していきます。まず、3次の単位行列 E3、これですね、に対して、3行目の5倍を2行目に加えるという操作を行います。行変形ですね。行基本変形を行います。そうすると、このような行列になります。この行列は、単位行列との違いは、2、3成分が5であるという点だけですので、 これを特に P3235 と書くことにします。はい。23成分が5である行列ということですね。P3235 を行数3の行列、行数が3である行列には左からかけることができますので、行数が3の行列に左からかけてみましょう。そうすると何が起こるでしょうか。はい。行列の積は行と列ですから、この行、1行目が100であるということから、 かけた結果の1行目は、このかけられた3行の行列の1行目がそのまま出てくることがわかります。100ですから、100100 100という風うになるわけですから、1行目がそのまま出るわけですね。3行目も001ですので、001ですから、そのままこの111-1がそのまま出てくることがわかります。 ところが2行目を見てみると2行目は015なので015ですから2行目の1倍と3行目の5倍を足したものがこの2行目に現れていることがわかります。よろしいでしょうか。つまり2行目に3行目の5倍が加わった状態にこの行列がこの行列に変わっている。つまりこれは前回定義した基本変形が起きているということですね。 ここで P3235 というのはどういうものだったかを少し思い出してみてください。P3235 は3行目の5倍を2行目に加えたものでした。つまり単位行列に対して2行目に3行目の5倍を加えるという基本変形を行った行列を3行ある行列に左からかけるとその基本変形が起こるということがわかります。PNIJC を正式に定義すると N 字の正方行列であって単位行列以外に IJ 成分が C である。これは前回、以前やりました行列単位というやつですね。IJ 成分が1で他は全て0の行列でした。ですからこれは例えば P3235 であれば単位行列に加えて23成分が5であるような3次の正方行列を足したものということですね。 ということで、pnijc をこのように定義します。次に、qnic というのを en の ii 成分を c としたものとします。これはつまり、単位行列の大 i 行を c 倍したものということもできます。そして最後に rnij を en の i 行と j 行を入れ替えたものとします。はい。そうすると、これらをですね、えー この pnijc,qnic,rnij を基本行列というふうに言うわけですが、この基本行列を左からかけると行に関する基本変形が起こるわけですね。どのような基本変形かというと、この基本行列を得るために単位行列に対して行った行基本変形と同じ変形が 左からかけられたこの行列に対して起こるということですさらにこの基本変形を基本行列を右からかけると実は列に関する基本変形が起こるということもわかりますはいそれでは基本行列と基本変形行基本変形の例ということで説明していきますまず基本行列の例を見ていきましょう P321-1 というのがあります はいえー、この P321-1 っていうのはどういう行列かというと3次の正方行列であって単位行列との違いは2一成分が二一成分が二一成分が,成分がマイナス1であるとマイナス一であるということですねはいそれからあ下の方行っておきましょう P4243 は4次の正方行列単位行列との違いは 24成分が3であるとここういうことです、ねはい 943K は4次の正方行列4次の単位行列との違いは33成分が K であるということですねそれから R413 は4次の正方行列で1行と3行が入れ替わっています、まあ、これもう一回入れ替えると単位行列に戻るわけですね1行目と3行目、まあ、これらが基本行列の例ということになります次にですね 基本行列を左からかけるとどういうふうになるかかけられた行列の方がどうなるかという視点で考えてみたいと思います。まず P321-1 ですけどもこの行列が左からかかるわけですね。ですからこのような行列を左からかけるっていうことですね。そうすると行列の積は行列ですね。行列とこういうふうに来てますから。 1>, 1行目、えられた結果の1行目はどうなるかというと、この1行目と1列、2列、3列、4列かけたものが、1列、2列、3列、4列と、こういうになるわけですね。ということは、1、0,0をかけますから、1倍の A、0倍の1、0倍の0ということで、A のところしか残らないわけですね。じゃあ、それはすべての列に関して同じですから、A、B、C、D というふうになるわけです。では、今度は2行目はどうでしょうか 2行目はマイナス1、1、0ですから、1行目のマイナス1倍と2行目の1倍、かけられた方の行列の1行目のマイナス1倍と2行目の1倍ですね。3行目は0ですから消えます。関係ありませんね。ですから、2行目はどうなるかというと、2行目は1行目のマイナス1倍と2行目の1倍。 もともとの2行目は1111だったわけですけども、この1111に1行目のマイナス1倍をかけたものが加わっているという状態になります。そして最後の3行目ですけども、3行目は001ですから、001をかけると、0125そのまま出てくると。ということで結果的に見るとですね、1行目は100、3行目は001だったので、かけたものはそのままかけられた行列の1行目と2行目が出てきます。と で、2行目はどうなるかというと、2行目は、えー元、オリジナルの2行目に1行目のマイナス1倍が加わっていますと。これ、基本変形ですね。基本変形が起きていると。ということになります。この p 3二1マイナス一っていうのをかけてやると、これにかけてやると、この行列をかけてやると、このような基本変形がかけられた行列に対して起こるということですね。 今度は2つ目ですね、943K をかけてみます。943K は4次の正方行列ですから、4行ある行列にはかけることができます。列数は、列は関係ないので、ここでもですね、列はまあ適当に点々点と書いていますけれども、はい、そうすると、3行目ですね、この行列、この行列ですね、はい、943K、これ貼り付けてみると、こういう感じですね。 はい、9, 4, というのはこういうい行列ですね、はい、これをかけますから、えー、どういうことが起こるかというと1行目は1行目は、はい、そのまま出てきます2行目もそのまま出てきます3行目は 00K0 ですから K 倍されて出てきます4行目はそのまま出てきますということで、えー、この QN タイプの行列ですね これ教科書によっては QA のタイプ、RN タイプが逆に書いてあるようなやつもありますけども、大体いい PQR で書いてあるんですけども、えー、同じ記号でもちょっと意味が逆だったりすることがあるので、何か別の参考書を見たりするときなどは気をつけてください。今の場合、一応、Q4、3K というのはこのタイプの行列ですので、これをかけると3行、左からかけると3、Q4、えー、なんとか K のこの3の部分ですね、3行目が競売されるということですね。 最後に R413 をかけると、最後に R413 をかけるとどういうふうになりますかっていうことですね。これもですね、この行列をかけるわけですね。この行列をかけるわけですから、1行目は0010で3行目が出てきますと。2行目は0100でそのまま2行目。3行目は1行目が出てきますと。1000をかけますから1行目が出てきますということで、1行目と3行目が入れ替わる。 という基本変形が起こるわけですね、はい、それでは次にですね、えー、基本行列と基本変形列基本変形の例ということで列基本変形の方を考えてみましょう。列基本変形は連立一方程式には使えないんですね。何、えー、でかっていうと例えば、えー、列を交換するっていうことをやってしまうと係数行列の場合に列を交換してしまうと係数が逆になるつまり変数を入れ替えることになるんですね。で変数を入れ替えてしまうと、えー、変数を入れ替えたことをどっかにメモしとかなきゃいけないですね。 そうすると行列の操作だけではあの答えが出てこないということになりますからそれでは困るので連立一時方程式を解く過程を全て行列でやってしまうというのは行、まあ、基本変形による解放ということなので、まあ、最終的にどういうふうにやるかというのはまた後でやりますけれども、えー、列基本変形に関しては連立一時方程式には使えない使ってはいけないということですねはい列基本変形は連立一時方程式には使えないんですけどもお今後、えー 理論的にはですね、非常に有用なっていうか、まあ、行基本変形同様、両方使う場合がありますので、列基本変形の方も確認しておきましょう。はい。で、えっと、まずですね、P321-1 っていうのはさっき出てきましたけども、この行列を右からかけるとどうなるかというですね、今度は右からかけますから、かけられる行列の方は3列ということになります。この3列の行列にこれをかけるとどういうことが起こるかですけども、はい。先ほどのこの行列をもう一回ちょっと書いてみましょう。 先ほどのこの行列をちょっと書いてみましょう。111の21成分がマイナス1と。こういう行列ですね。はい。で、行列の席は行と列ですから、今度は右からかけているので、今度は列の方がですね、この、これによってコントロールされるわけですね。で、どういうふうになるかというと、列、1列目は1マイナス1 0ロですから、何が起こるかというと、こう、書けられた行列の方の1列目の1倍ですね、1倍。 それから2列目のマイナス1倍。で、3列目の0倍というのが1列目に出てくるわけですね。はい。ということで、1列目が1102で、2列目が PQRS ですから、それらを、それのマイナス1倍を足したものがこうなるわけですね。 これはつまり1列目に2列目のマイナス1倍を1列目に2列目のマイナス1倍を加えたものが1列目になっているとこういうことになるわけですね。はい。1列目に2列目のマイナス1倍を加えるという操作がこの行列に対して起こっているということになります。2列目、3列目はもちろんこれ変わらないわけですね。2列目は010、3列目は001ですから、001をかけたらそのまま3列目はそのまま出てくるということですね。はい。ということで、この この P321-1 をやるとですね、この21-1というので、1列目に2列目のマイナス1倍が加わると。マイナス1倍ですね。はい。今度は 932K というのを考えてみると、932K というのは、これは3次のやつで、こう、1、K、0、1、こうですね。こういうやつですけれども、この場合は2列目が K 倍されるということは分かります。 それから R312 っいうのをかけると、これはこういう行列ですけれども、こういう行列ですけれども、この行列を右からかけると、1列目と2列目の変更感が起こるということですね。はい。ということで、QN とか RN のやつは比較的分かりやすいんですけども、PNIJC に関しては、 え注意して欲していことがありますそれは何かというとそれは何かというと、えー、PNIJC っていうのは I 行 J 列の成分が C なんですねですから左からかける時はこの I 行に対して何らかの変化が起こるわけですねはい行列の積は行と列ですから PN の方が左側にある時は行の方に関して IJ 成分のところが C ですから はいえー、i 行のところに j 行の c 倍が加わるということが起こるわけですね、はい。ということで左からかけると行基本変形が起こりますけれども、i 行が変化する。正確には i 行が i 行プラス j 行の c 倍になると。こういうことですねそれに対して右からかけると j 列ですね。j 列が変わるわけですけれども、j 列が j 列プラス i 列の c 倍になると。 このような違いれらは全てですねこの、これらは全てですね、例えば111の C とこういうのがあったとするとですね、これがもともと基本行列,に単位行列に対して、単位行列に対してどう,いう変どういう基本変形をすればいいかということを考えてみると、それと同じことが起こるわけですね。 つまり行基本変形で考えると単位行列に対して2行目に3行目の c 倍を加えるという操作をするわけですけどもこれを左からかけるとそのかけられた行列の方に対してそれと同じ基本変形が起こるわけですね。はい、2行目に1行目の3行目の c 倍が加わると。逆にこれを列変形で基本単位行列からこの行列を作ろうとすると。 単位行列に対して2列目の c 倍を3列目に加えるという操作をするわけですけれどもそれと同じことがかけられた左側にある行列に対して起こるということになるわけですねそれは行列の積が行列の積が左側にある方が行右側にある方が列をコントロールしているということが効いているわけですねはいそれでは行基本変形と列基本変形を見てきましたけれどもここで一つ例題をやってみましょう 行列 A をこのような行列とします。このような行列しますで、これを1回基本変形して B がこういうふうになりましたというときにこの基本変形は行に関する基本変形をやったものなのか列に関する基本変形をやったものなのかということですね。そしてそうだとするとどちらかだとするとそのどちらかに対してそれは A に対してどういう行列を左からもしくは右からどっちからかけたものですかという問題ですね。はい。 それではこの問題をちょっと考えてみてくださいはいえどうでしょうかえっとまず行に関する基本変形なのか列に関する基本変形なのかを考えてみましょうこれこの2つの行列を見るとですね1行目はすっかり変わってしまっていますが2行目のところは全く変わっていません それに対して列の、列に関してですね、列が変わってない列があるかというと、どの列もすべて変わってしまっているわけですね、はいえ。1回だけ基本変形して、列基本変形して、すべての列が変わるような変形はありません。3列ですから、えー、交換してもかあの、交換したらどっか1箇所だけこれ、例えば1列目と2列目を交換すれば3列目は残りますから、そういう変あの交換では起こらないし、 どっか一列をスカラ倍する、定数倍してもこれは変わらないわけですし、ある列にある列の何倍かを加えても、それと関係のない列が必ず一列ありますから、これは列基本変形ではないということがわかります。従ってこの変形は行基本変形で、基本行列をどちらからかければいいんでしょうか。はい、左からですね。左からかけるというタイプになります。 では、一体どういう行列、どういう基本行列を左から書ければいいんでしょうか。はい。えー、243というこの2行目がですね、そのまんまになっているんですね。はい、えー。そのままになるようなやつっていうのは、あ何があるかというと、えー、PN 型の場合ですね。まあ、PN12 か21かなんかっていう、こういう行列か、それから QN1、もしくは2のなんか C 倍と、RN12 と、 まあ今のこの3つしかないわけですけども、えー、R n 1には違うわけですね。これ交換しちゃいますから、これ交換すると、もうこれ全然 B ではないということで違います。それから、えー、2行目が一緒ですから、1行目を定数倍したら、この B になるかっていうと、それは違いますね。3、5、2を何倍しても1、1、1、-1 にはなりませんから、これは違いますと。ということで、これになります。で、えー、これ1行目が変わっていますから、1行目が変わるのは、 12成分が C であるこのタイプの行列ですね。はい、先ほどやりましたように、行,がか行に関して変化が起こるのは、IJ 成分が C ですから、IJ 成分、I 行 J 列の成分が C であるような PNIJC を左からかけると、I 行に関して変化が起こるわけですね。ですから今、12倍の12の何かですね。PN12 の C ですね。で、えー、つまり1行目に2行目の何倍かを加えるんですけども、これは、 3が1になってますから、この2を引いてやればいいですね。つまり、2行目のマイナス1倍を、2行目のマイナス1倍を1行目に加えれば、1行目は得られるはずですね。はい。一応確かめてみましょう。243を、要するに352から引けばいいわけですね。そうすると、1、1、マイナス1となりますので、この B になります。したがって、正解は A のタイプであり、行列は、 p 12-1であるということになります。